ね、高校科学における超重要な単元を扱っていきます。相対質量という単元なんですけれども、ここから先に出てくる、モル物質量という単元につながっていくので、まあ、しっかりと理解してもらえればなと思います。じゃあやっていきましょうか。まず今ね、現行の科学では C12 というものを基準値にして、そしてなんかここに12と置くって書いてあるんだけど、これ何って言ったら、12ってこれ質量数じゃないですか。で、別にそれって個数だよって話をしたと思うんですよね。でも実際の炭素の一つの重さはって言ったら、一粒で 1.9926×10⁻²g というふうになってます。この1個での重さを実は、まあ、12で割ればいいんですけどね、12でこれを割ってあげるとだいたい 6.02×10⁻³ というのが出てきます。つまり 6.02×10⁻³ 個ですね、集まればここに書いてある基準値である12という数字になるんですね。この次の項で詳しくやっていくんですけど、この 6.02×10⁻³ 個っていうものをアボガドロ定数って言います。じゃあこの基準値をもとに今から相対質量っていうのを求めていくんだけど、例えば水素、これよく学校でよく出てくるのは水素ですね。水素1個あたりの重さってだいたい 1.6735×10⁻²g ってなってるんですね。これに対して今表しているこの12というものを X としていますと、ね。そうすると比でやってあげればいいから、比で表すとこのような式になりますよね。で、計算するとだいたい 1.0078 ってなるんですけど、これ何表してるのって言ったら、質量数1の相対質量が 1.0078 ですよということになってます。じゃあ同じように同位体である、H の質量数2のものですね、こいつの重さは 2.0141 ってなってるんですけども、この H の今存在比っていうのが1が 99.985%、 H の2というのが 0.015% というふうになってます。で、今ここで表しているこれが相対質量、これが相対質量ね。で、1.0078×、まあ、100分のですね、パーセントだから100分のにしてあげて計算をすると、まあほぼほぼこいつなのでそれは変わんないよねって言って 1.0078 と、これが水素の今原子量っていうふうに書いてあるんですけども、この原子量という単位がものすごく、大事になってきます。実はなんでこの12を基準に置いたのかっていうと、ほとんどの元素がこの上に書かれている質量数ですね、質量数のものと一致するからです。例えばこれそうですよね、炭素の12っていうのはこの質量数に今一致してますよね。これもそうだね、 H も一致してますよね。これ一致してないじゃんっていう人いますけど、見てください、パーセンテージ 0.015 なんてほぼほぼ世の中に存在する H の H なんてほぼ H1 じゃないですか。なのでこの場合はこっちに合わせるんですね。なのでそれを計算すると、まあ、1.0078 という形になって、ほとんどが質量数に依存するんだっていうことを見つけたので、今の現行の科学では基準値をこれにしてると。そして単位が重要です。ここに書いてある原子量なんですが、原子量の単位っていうのはグラムパーモルって呼ばれるものになります。はい、このモルのことを物質量というんですけども、これについては次の動画で扱っていきたいと思うので、ここまで理解したら次に進んでください。I can be the one you read on now. The world is yours.